あ、カサネ、ガーデニングの話する？ええ、お願いするわ。ハーブだけじゃなくて、いろいろ育ててるのよね、つぐみは。そう、どんな植物でも育ててるといろんな声が聞けて楽しい。植物の声って文字通りの意味ではないわよね。うん、植物は言葉話せないから。だから何が言いたいか育てる側が考えてあげなきゃダメなの。こっち一緒に来て、お手本見せるから。植物のことになると割と積極的なのね。こういう街中の花壇もよく見ると、どんな風に育ってきたか、今どんな状態かちゃんとわかる。こっちの花は一見綺麗に咲いてるけど、よく見ると下の方で葉っぱが変色してる。病気にかかってるの。でも枝と根っこは無事だから、病気の葉を切ってちゃんと薬あげればすぐ元気になると思う。あ、こっちはみんな元気。でも少し水が溜まって根腐れしそう。水はけのいい土に変えてあげた方がいい。喋っちゃって。いいえ、感心してたの。知識の量もだけど、見た目でそれだけいろいろ気がつく洞察力も大したものだわ。あ、違うの、見た目だけじゃなくて超能力のおかげ。土の下を透視してるから、根っこの状態とか土の質とか普通は見えないことも分かっちゃう。だからちょっとズルしてる。そういうのはズルとは呼ばないと思うわ。自分の超能力を活用してるだけだもの。それに植物の状態を判断できるのは超能力じゃなくて、つぐみ自身の知識があるからでしょ。ありがとう。あ、もちろん投資できなくてもガーデニングはちゃんとできるから安心して。以前の模擬戦でも感じたけど、やっぱりつぐみの超能力は優秀だわ。あらゆる場所を偵察できるなんて。それにつぐみ自身も自分の超能力を理解して使いこなせてる。頼りになる戦力ね。カサネ、どうしたの？つぐみ、私と一緒に来ない？え？どういうこと？そのままの意味よ。このままセイランに来て、私と一緒に戦ってほしい。行かない。私のためだけじゃないわ。ずるい言い方だけど、お姉ちゃんのためにも、あなたの力が必要なの。ナオミのこと残念だけど、でも決めたから、ユイトたちと一緒に戦うって。その結果、私と戦うことになっても。うん、その時は絶対に負けない。わかったわ。あなたがそのつもりなら勧誘は諦める。でも私も容赦はしないわよ。大丈夫、それでも勝つから。あ、どうしたの？この木、宇
内側がほとんど腐ってる。キノコの菌に寄生されて、幹から根っこまでひどい状態。つぐみでも助けられないの？ここまで傷んじゃうと、もう治せない。放っておいたら風で倒れちゃうかも。なら、その前に早く処分してしまった方がいいわね。私の念力で引き抜きましょう。そんな言い方やめて。でも突然倒れたら事故になるかもしれないわ。死んでしまう木なら早く片付けて。この木だって生きてるの。病気でずっと苦しんで死にかけてるのに、ゴミみたいに言わないで。わかった。無神経なこと言って悪かったわ。あ、私こそついごめんなさい。本当は重ねの言うことが正しい。もう手遅れだし、早く切ってしまうしかないの。でもだからこそ大事にしなきゃ。ここでずっとみんなを見守ってくれた木だから、私たちも最後までちゃんと敬意を払わなきゃいけないと思う。そうね。ありがとう、分かってくれて。あと向こうの植え込みはね。つぐみって見た目通りではないのね。おとなしいけど、ただ言われるままじゃない。秘めた強さがある。不思議ね。なんだか気が合いそうな気がするわ。重ね聞いてる？真面目に聞いてほしい。大丈夫、ちゃんと聞いてるわ。好きなだけ話して。